BTU アニメラボ小林ゲーム通信、よいしょ。小林宏之です。田中愛です。ブライマツイです。また山下です。よろしくお願いします。さあ、毎回いろんなゲームを紹介してるんですけど、今回多分初めてかな、アプリのゲームを。で、まあ、昨今アプリのゲームといったらやっぱガチャみたいなイメージがありますけれども、そういうのではなくてですね、定額で最初にもう借り出して買ってやるゲームですね。何でも安心してやれるという。ゆがみの国のアリスだ。あー、違う違う、ゆがみの国のアリスじゃない。まず、最初に紹介させていただきます。パズルゲームです。パズルゲームのこちらです。ミリオンオニオンホテルです。ミリオンソリティア。オニオン。違う。ミリオンオニオンホテルです。玉ねぎがいっぱいのホテルという、ね、感じのタイトルなんですけれども、まあ、後でちょっとゲーム画面実際に見てもらって、パズルなんで、やっぱシステム見てもらわないとわかんないじゃないですか。と、どういうゲームかっていう話を、ちょっとほんのりすると、前に紹介したエンドネシアってゲームあったじゃないですか。はい、ありましたね。で、その絵がもともとムーンっていうすごいカルト的な人気を誇るゲームのスタッフがこうバラバラになった一部が作ったのがエンドネシアって。はい。で、そのムーンを作った人が木村さんっていう有名な人が一人いるんです。うん、まあ、何人かいるんですよ、核になった人。はい、うちの一人の木村さんがほぼ個人で作ったアプリ。なるほど。で、そのムーンのパロディの要素もいっぱい入ってるので、そのゲームのファンの人にお勧めしたいなという。存在が地味になんかね、ムーンのファンの人にどこまで届いてるのかわからないんですよ。今本人はすごくゲームを精力的に作ってるんで、アプリだったりパソコンのゲームを。はい、こちらですね。うん、まあ、プレイをしてとりあえずね、見てみましょうか。音も出しちゃいましょうね。はい。これがホテルの中に 5×5 のマス目があって、ピュン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 オニオンが生えていくんですよ。これ残り時間なんで、その間にこうやってどこに寝るの、起こるななんでホテルかっていう話も後で説明しますね。こうやって押していくとオニオンのところが色変わるんですよ。で、例えばこうやって1列どっか作るんですよ、ビンゴ的なものってやると、これタイマーが増やせたりするわけです。ピロンって今時計のマークが出たんで、それを押したら増やせるわけです。っていうんで、今シングルっていう1個のラインだったじゃないですか。はい、それをさらにシングルじゃなくてどうにかしてダブルリーチ的なものを作っていくと、まあ、ちょっと今一旦シングルで時間稼ぎまして、どうしようかな、いい感じのところに来てくれれば。そうですね、割と運が最初はね、どうしてもね、慣れるまでオニオンがね、ずっと変な声出すからね。もうできちゃうし、攻略法的なものを一回言いますと、はい、最初に押した方がいい場所があるんですよ。はい、そこを狙って押すと、いい感じに、まあ、でも何個か行きたいってことは真ん中と端を取っておく。このね、最後に真ん中を押して全部のリーチを起こす、ビンゴを起こす位置をいかに作るかっていうのが攻略にはなるんで、まあ、一旦そこまではせずとも、でダブルリーチ以上の状態、あ、今真ん中来たらいい感じですね。はい、これ ね、今トリプルリーチですよ。真ん中来てくれれば、今これランダムだから時間過ぎる、時間過ぎる真ん中が来ない、真ん中が来ない、もう持ってない感じになってる。持ってない。まあ、タイムアップになるわけですね。はい、こうやってもたもたしてると、ね、で言ってスコアが出るっていうので、どこまでいけるかっていうゲームなんですけど、ダブルリーチ以上起こすと、宇宙に行くんですよ。何で宇宙に、みんな宇宙あるじゃん。みんな宇宙、ホテルが無理だわ、会社が今アレルギー宇宙アレルギー出ちゃったよ、会社がアレルギーで出たんですけど、ちょっと何とかして WDG 以上いったん、そうね、このね、ここのマスとこの4隅のマス、はいはい、この十字のマスを、あらかじめ押しておくと、はい、WDG 以上が作りやすいので、はい、そこを狙っていくわけですね。はい、もう押しちゃおうで、今ダブルですね。はい、でこの鈴が出ます。鈴押しますってやると宇宙行きます。で、これがボーナスタイムみたいなことですね。そうこうやっていっぱい押して、この間に、いっぱいあれを稼ぎましょうみたいな。牛は牛押しちゃダメだね。で、隠しアイテムが出たり、これ牛の中に隠れキャラが出てきたりもするんで、それも探しつつみたいな感じで、今みたいなんで、ほらだいぶ時間増えたじゃないですか。はい、っていうので、これをどんどんどこまで繰り返すか。で、今、一緒押したかな。これがこれほっとくと赤くなってたところに出てるんですけど、ほっとくと赤いのが解除されちゃうんです。今お邪魔キャラですね。なるほど。そう、これをいかにこうやって2回ぐらい叩くと消せたりする。で、この上のレベルっていうのだったり得点だったりが一定以上いくとボス戦も始まるんで、ちょっと一回ボス戦ぐらいまで行きたいんで、ボス戦まで頑張ってみましょうね。レベル
小林さん後ろにもオニオンが入ってますね。カリさんがずっとオニオンの真似をするっていう謎の時間が押したら赤くなるかもしれないから一番いい、この全部のD っていう状態を作っておきたいですね。あの斜め右下これですね、これですね、この状態を作りたいんです。これをで、この真ん中を真ん中の玉ねぎが来ればいいんですよ。そうですね、真ん中の玉ねぎが来ないんです。30秒ずっと来ないですよ。残り35秒持ってんだ。全然来ない、全然来ないですよ。来たじゃない、こ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 れ海さんが泣いてるだけ。海さんが玉ねぎとなる。本当に来ない、本当に本番で全然来ない。あ、来た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 。ツボが出てさ、いっぱいいっぱいこれが出るんですね、はい、このボーナスのやつが、うん、この状態が一番こう得点が、はいはい、増えると。でさらにこの状態であのリーチをいっぱい作って、はい、いい状態をさっきみたいなね、はい、おすごい、そうダブルリーチ的な、あ、そう、ああいう隠しキャラ同士をうまく出すとそれがくっついたりして、あのキャラたちの意味もそのうち分かるんです。へー、そのうち分かります。で、その話もあるんでちょっと一旦ボス戦ぐらいまで行きますね。ナイツとかなんかいろんなのが出てきてる。ボス戦です。でボス戦っていうのが何かっていう話なんですけど、はい、今まで実はやってバーッと宇宙で行ってる間だったりに、はい、たまに槍持った玉ねぎが、ボス戦ここないかな、ボス戦ないかも、あ、これストーリーだ、ストーリーがあります、レベル10になると。ははは、鬼、そう、このパズルゲームはパズルゲームをしながらストーリーが展開されていくんです、でそのストーリーを展開してるのを見ることで一体このホテルの中で何が起きているのかと、この偉い感じの人と女の人が食事をしていると、はい、いう話を解いていくと、解いていくわけですね。ボス戦が、ボス戦が出ません。ボスでしょ、今のボスでしょ、今のボス戦がね、これ今のアスパラっていうのが長くて、あの何回も叩くとやっとこう赤くなると、地面が解除されるという。ボス戦があの慣れるまで最初クリアがちょっと壁になるよとか、クリアの壁になるよという紹介をしたいので、真ん中ですね、小林さんが真ん中に、ああ引っ込められた、あ引っ込められた。まあでもトリプルの状態でも宇宙は結構長く続くんで、お、来たど真ん中来たら、時間がない、時間がない、真ん中に平行、平行、時間がない、平さん、平さん、来ない、まあボス戦はじゃあ実際にやってもらう、ボス戦があるんですよ。で、あの槍を持ったオニオンをちょいちょい実は押してて、はい、そいつを飛ばして攻撃するというボス戦が行われる。で、今みたいな感じでいっぱいいろんな隠しキャラを出したりすると、はい、だったりハイスコアを出したりすると、はい、カードというものがもらえます。ここにあるんですけど、これは実績みたいなもんですね。でそのカードを見ていくと、この世界が実はどうなっているのかっていう解説にもなっていると。このオニオンホテルを作った博士がいて、はい、趣味は平和運動で奇妙な発明で世界を平和にしようとしているという話が出てきたり、この謎の時間が止まったり、残り時間が増えるオニオン、タイマーオニオンっていうのもこの博士の発明だったりするんだよっていう話とともに、さっきの謎の偉い人、喋ってた人ですね、あの食事してた人ですね、美女とは、あのアティラの国という、アティラの国という最高国がありまして、そこのお偉いさんですよと。でスープを食べにこのホテルに来て、美しい女の人に弱いんですよと。で実はあのさっき一緒に食べてた女の人は、大陸のアティラノ国とコッティラーノ国という大陸がありまして、はいはいはい、この大陸がね、大陸のの真ん中にホテルがあるんですよ。でそこが国境になってるんです、はいはい、アティラノ国とコッティラーノ国ですね、はいはい、のアティラノ国の偉い人、コッティラーノ国の美女、バイバイリン、このパイパイリンという美女が実は、まあ、こちらの国でアティラの国、こちらの国から送られてきた暗殺者的な人間であるみたいな話もだんだん出てくるんですよ、うん、じゃあそこが戦ってるわけなんですか。実は2つの国の戦争の話をこのパズルの中で描いているんですよと。パズル描くってすごいですね。いうのを、まあ、宇宙は宇宙は大陸と大陸はまだ分かる、うん、宇宙は宇宙は宇宙はこの博士が開発したオニオンのせいで異空間に飛んでるみたいなことなんですよ。っていうのを表現してまして、この、まあ、カード今結構出てるんですけど、一応何種かクリアしてるんで、その中だと、例えばこの世界はそもそも何なのかっていうのがちょっとずつ分かる、ハイスコアを出してくると分かるものがありまして、ちょっとこれですね、ヤーパン、昔々その昔、毎日のように地震が起こる竜の形をした島国がありました。
U の背中にはニョキニョキとビルが生え、たくさんの人間が暮らしていきましたということは、これはいわゆる日本の形ですよね、うん、日本の形したものが昔々あったという扱いになってて、はい、要はこの世界、今我々が生きてる世界が滅亡した後の世界だっていうことになってくる。これがだんだん分かってくるんですよ、はい、ヤーパンがかつて沈みまして、はい、そう火山のこのねヤーパンで火山があちこち爆発したんだよっていう新聞記事が見つかったりするんです、はい、そういうのが繋がってくるわけです。突然みんな海に沈んでしまって、そこにできたのがさっきの大陸であると、でそこで戦争が起きてみたいなのを、まあそういうのをちょっと戦争の話を揶揄するといいますか、皮肉るというのをパズルゲームの中でやるという意欲作なわけですね、という感じです。で、はい、さっきの、例えば、ボスがいろいろいるんですけど、ボスのカード、あった。今から1個にこれ安田さんっていうのがありまして、安田さん、これね、ちょっとわかりにくいんですけど、鳥の形してるんですよ。これ右側が中身のロボが映っちゃってるのわかりにくいんですけど、はい、これがムーンの中に出てきたこの虹色みたいな色をした鳥が吉田さんっていうのがいるんですよ。これは卵の殻かぶってね、顔出てる状態の吉田さんっていうキャラがいて、はいはいはい、それがすごい関西弁で喋ってくる鳥なんですけど、主人公と仲良くなって。はいの、セルフオマージュであると、はいはい、そのムーンのゲームやってると、ああいつが出てるんだ、ちょっと名前は違うし顔は隠してるけど、はいはい、諸事情 でももうそういうんだ、う諸事情で名前は隠しているけれど、こういうキャラ、そう吉田さんはね関西弁 で安田さんは安田さんは喋んない、で吉田さんは自分をあのなんやかんやっていろんな国とか、宇宙一緒になんか宇宙行ったりみたいな話をするんですよ、ムーンではっていうのも、ちょっとこの宇宙に行くっていう部分でもセルフオマージュをしているというのは、ムーンっていうゲームやってるとより分かっているでしょうね、うん、ぜひやってほしいなと。ムーンっていうゲームがすごい人気あるんですよ。そうですね、すごく人気あるんですけど、ね、その派生になってるものがちょっと結構意外と知られていない部分が多くて、ぜひそのファンの人にやってほしいなと。ちなみになんですけど、はい、これね、あの僕一周というか何周かクリアしてるんで、うん、これボタンあるじゃないですか、うん、これあのクリアすると出るんですよ、エンディングが流れるんです。へぇー、押しちゃおうぜ、押しちゃ、ネタバレしちゃ、押しちゃおうぜ。じゃあやりたい人以外、やりたい人以外見ましょうね、という、うん、見るのやめよう。なんでだよ俺やりてぇし、これですね、まあ、ネタバレになるんで、できたら見ない方がいいっちゃいいんですけど、まあ、これ博士が、博士はいっぱい、博士が自分のロボットをいっぱい作ったんです、はあ、平和にするために。なるほど、自分がやればいい。したらその平和をするっていう意思が、うん、まあ、劣化というか、うん、コピーにコピーを相次いだと思う、はい、極端になっていって、うん、戦争を起こしている、この国々に、うん、わざわざこの博士になった ロボになった博士たちがね、うん、わざわざ押しかけていき、うん、人間の皆さんに挨拶をして、うん、戦争を止めるために自分が現れている、うん、争う必要なんてないと、皆様の命より高価なものはないと、争うなんてことをするんじゃないと、うん、警告をしますと、直ちに戦争をやめなさい、うん、やめのないならば、そう、歯向かうならば強制的にリセットをしますと、うん、私は戦争に反対の反対の反対のってなって、どんどんバグみたいになって、うん、極端な考えになってしまう。ロボットが戦争をするための、戦争を止めるためのロボットが戦争を止めるために世界を滅ぼしてしまうという、うん、お話になるという、うん、その嵐って怖いよね。ね。博士が世界中を一旦リセットしてしまうというお話なりつつ、一応さらにその先もあるんですけど、この先はぜひ皆さん、この先もあります。この先はぜひ皆さん、これグッドエンドってよりもって感じのかな、うん、世界はとても平和になりましたと、その先は皆さんにちょっと見ていただきたいなといったところで、この先もあります。本当は本当シャアの思想に近いものでしょ。そうそう、というところで、この先をぜひ皆さんの目でやっていただきたいので、結構難しいゲームです、慣れるまでは。たださっき あのビンゴの真ん中だけ開けて、はいはいはい、全部のリーチを作るっていうのをいかに作れるかっていうのをうまくやっていくと、何百万点みたいなスコアも出て最後までいけると思うので、皆さんそれを目指してぜひやってみてください。面白いゲームなんで、480円ぐらいかな、はい、そう、ぜひやってみてください、ミリオンオニオンホテルでした。ありがとうございました。他の動画もチャンネル登録もコメントもしてね。